ビロンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドルドーニュ圏のコミューン、ペリゴールとアジャンの中間に位置する。ビロンは、ペリゴールに古くからあった4つの断尺量のうちの1つである。ビロンは、ロット、川谷とドルドーニュ川谷の中間、レードカー国に位置している。町の南側は、ロットイコールエイコールガロンヌ圏と接している。12世紀から18世紀の建築で知られる。 ビロン城は歴史文化財に指定されている。ビロン断斜領の本拠地として、城はペリゴールとアジャンの端にある軍事的な要所であった。町の歴史はゴントービロン家と結びついており、彼らは800年余りこの地を報道としていた。1790年、初めてコミューンとなった際はノートルダムドビロンと名付けられたが、フランス革命時代の国民公開期は、 モンイコールルージュであった。その後、ビロンとなった。1827年、サンミシェルド・ビロン、ベルティド・ビロン、サンセルナンド・ビロン、ベールド・ビロンといったコミューンが合併して面積が拡大した。1840年、後者3つの旧コミューンが分離してベールド・ビロンとなった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。 ありがとうございます。